い、どうも、チェスチェスオールでーす。ということで、続きなんですが、続きというか、北京ダックよりちょっと時間戻って、サブイベントやります。この明るいうちにサブイベントやっときたいなと思って、まあ、多分昼はまた来るんだけど、もしかしたらね、またしばらく、また夜になっちゃうかもしれないんで、まあ、できるうちにやっときたいなっていうことで、めっちゃ落ち込んだあのサラリーマンに声かけるんだろうなっていうサブイベントだよね。俺もちょっと落ち込んでてさ、さっきお茶の多いお茶飲もうと思ってさ、ペットボトルのやつ開けたんだけどさ、途中でなんかキャップの下のところに賞味期限ついてんじゃん。あれ2024年1月って書いてあってさ、1月、2024年って来年かと思いながら10ヶ月前のお茶飲んでて、今なんかお腹痛くなってきた気がするんだよね。なんかもうちょっと若干落ち込んでるわ。大丈夫かな。あ、ちさ、サラリーマン関係なかった。こっちか。実がなってる。これ柿の木だったのか。柿か。改めて見るとでけえ木だな。確かにでかい木だな。こんにちは。え、俺柿のあれが落ちたら入院、私死ぬんだとか、そういうあれじゃないの。実が落ちたら。あなたも散歩ですか。もう手術受けないとか。出ていいと外に出たくなりますからね。確かになんかめっちゃなんか険しい顔してるけど。ね、カナちゃん。カナちゃん。カナちゃん。あんたたちも散歩してんのか。ええ。いつも部屋に閉じこもっていては、元気になるものがなくなってしまう。太陽を浴びないと、日光を浴びないと。時々こうやって外に出るんです。大事、めっちゃ大事。カナちゃん大事よ。どうせ何をしたって元気になってならないよ。何温度。もうすぐ死んでしまうんだ。どうした。あの柿の実が落ちたら私の命も終わりなの。そんなことないよ。もう僕取ったろか。またすぐそういうことを言って。あ、取ったろか。ほら死なへん言うて。すみませんね。なんかいや気にするな。それじゃあ私たちはこれで行こうか。カナちゃん、どうした。なんかあったのかな。ガンとか。若くてもなんか病気になるからな。アハンの春日やめとけ。俺冗談で言うただけやからな。アハンの春日柿の実が入れる。だいぶほらストーリーが今昼までしか発生しないストーリーなんだろうな。ナンバー09だから相当前のやつですこれ。石投げたらあかんぞ。おっさん今聞いてたけどなんかしたらあかんからな。この公園何もないだろ。いや、柿があるぞ。昔はいろいろあったんだが危ないってんで撤去されちまったんだ。子供たちの遊ぶ声が懐かしいな。大丈夫か。なんかゴミ箱ここやからな。なんか缶コーヒーとか飲んであれにぶつけたらあかんぞ。おもらしいな、ないとか言って。で、ちょっと待って、カナちゃんどこ。カナちゃん、あれカナちゃんどこだ。多分またここに戻ってくる感じかな。ちょっとタクシーとかで時間つ、いやタクシー乗らなくてもいいか。戦闘とかやってその辺の不良をボッコボコにしてればカナちゃんも元気になるやろ。あはは楽しい。不良ボコボコになってる楽しい。こいつらちょっと芝居てくるわ。ウェーイ。相手にならないんじゃない。え、カナちゃんがいない。カナちゃん、柿はあるやな。まだ生きてる。おっさんやめろよ。何考えてんだ。おう。よう、今日はあの女の子は一緒じゃないのか。え、ああ、あなたはこの間の、ええ、今日は娘か。家にいます。手術が近いものであまり外に。何の手術なの。何の病気なんや。カナちゃん、娘のカナ子は生まれつき体が弱くて学校にも行けず入退院を繰り返しているんですよ。次の手術の日まで自宅療養をしているんですが、体調がいい時にはこの間みたいに外に連れ出したりとかもしていたんですけどね。とはいえそんな生活がずっと続いているのですっかり塞ぎ込んでしまって。そうだったのか。その手術はうまくいきそうなのか。体の方は何度か耐えれそうなのですが気持ちの方が弱っていて、そのせいで手術が。そんなことってやっぱあるのかな。
メンタル面が影響する、まあ、つか気力的なことなのかな。気持ち、ええ、心と体は密につながっているので体は大丈夫でも心が弱っていると体もつられて弱ってしまうような、あ、もう病は気からっていうからね、まあ、それはちょっとありそうだよな。確かに。なるほど。つまり手術を成功させるにはまず気持ちの方を何とかする必要があるってことか。そうです。私も外に出たりとかいろいろやってはいるんですがなかなか効果が出なくて、家がこの近くでこの柿の木もよく見えるんですが娘はいつも窓からその柿を見てはあの柿の実が落ちたら私も死ぬのと言うんです。本当にこの実が落ちてしまったら娘も一緒にいなくなってしまいそうで、それで時間があるときはこうして柿の実を見に来て、確かに1個しかないって他のも全部落ちたから取られたってことやもんな。せめて手術の日までは落ちないでほしい。なんてすいません、長々と締めっぽい話をしてしまって、いやーそんなことは、渋谷、ああ懐かしい名前だな。俺は春日だ。まあ俺もこの辺りによく来るし柿の実がちゃんとくっついてるか見といてやるよ。ありがとうございます。それじゃまた。どうしよう、目の前でちょっとなんか悲しくなってきた。なんかあの子の手術まで持ちこたえてくれよ。大丈夫かな、大丈夫なんやろな。ボトッと入って落ちんよな。ちょっとまだ時間経過、まだヤンキーちょっとボコボコにしてくるわ。待て待て待てー、どういうことだ。ああそういうことか。おやめろお前。そういえばこの辺に病気のかな子って娘が柿の実と自分の命を重ねているでかい木があったな。ふり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 、実はまだふり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 、んーんーじゃない、ふりがどすこい。マジかよ。おい、あんた何やってんだ。終わった。カナちゃん死んだこれ。ん、何って、見ての通りこの木でぶつかりゲームで壊す。その柱とかでやってくれ、その稽古場の。稽古だったらあんたんとこの相撲部屋でやればいいんだ。だろう、それでいいじゃないか。自分だってやれるものならやりたいっす。でも、もうそれもできないでくれ。どういうことや、クビになったんか、追い出されたんか、もみあげよ。自分のいる相撲部屋は小さな部屋で、親方と兄弟子と自分の3人しかいない。小さいな。稽古の相手はいつも兄弟子だったんですが、兄弟子は他の力士との飲み会に参加した時にあろうことか一升瓶で頭殴られたんでごわす。どういうこと、一升不祥事。相手は酔っていて覚えていないとか抜かし取りましたが、そのせいで兄弟子は病院オフ全治3ヶ月。それあれじゃないの、それ大変じゃないの、それ稽古相手を、収入なくなるじゃん。大切な家族を失ってしまったんでごわす。だから春場所で兄弟子の敵は自分だと。敵は一般人やろ。弔い合戦のため自分はこの木を相手に鍛えているんでごわす。やめてくれ、一人の命がかかってんだこれ。死んでねえだろ。弔い、確かに。あと悪いんだが、せめて他の木でぶつかり稽古をしちゃもらえねえか。その木はちょっとまずいんだよ。グラグラしとると多分敵が。断るでごわす。横浜中の木で試した結果、この木が一番大きくて兄弟子に近い感触だったで。そんなことあるか。いや待てよ、そいつとだったらカチカチなおっさんおったな、さド M の強くなれる気がするんだ。あるんか、そういうことも。兄弟子どんなやつなんだよ。だそういうこともあるんか。自分の稽古を邪魔するやつは誰であろうと許さんでごわす。いや別に稽古を否定するつもりはねえが、この木になって弓を落とすわけにはいかねえんだ。大事なんで、女の子のメンタルが。自分だって怠けて番付を落とすわけにはいかないってこと。そうかも、確かにな。どうしてもやめろというの、公共の場だからな。いやでもだから、稽古相手になってもらってごわすよ。何こいつ本当に、何を言ってるんや。もみあげ切ってくれ、気になって仕方ないわ。もみあげ気になりすぎるわ。戦うのレスラー、ドスモーレスラーと。さーて、やんのか。まあ、こういうことだな。
まあこういうことやな。思い知ったか。まあ、これ公共の場だからな、ダメとは言えないけどね、その胸、まあ、まあ良くないよね、筋にそうやって気を痛めるのは。さすがに手強いな、余裕やったけどな。そうだ、柿は。なんとか大丈夫だったみたいだな。あんたの拳？剣というか、まあ、銃というか、なかなかだったで壊す。大切なものを守るため、そんな拳。この柿の木にあんたにとった、あんたにとってどうしても譲りたい。あ、守りたい。大切な木だったで壊すな。壊す。自分にとっての兄弟子のように。何やその冷めた目。なんだその冷めた目。自分の似た者同士なのかもしれないで、ゴアスって何。いや、そうは思わないが、仕方ない、この木はあんたに譲るでゴアス。おお、そうか、すまねえな。それじゃあ自分は他のいい木がないか探していくので、さらばでゴアス。何ゴアスって、ちょっともみあげ気になるわ。もみあげ、あいつ木以外の稽古相手を探した方が早いんじゃねえか。はあ、柿の実も無事だったし、たまに様子を見に、また、ん？たまに様子を見に来るとしよう。あ、見てたんちゃう今。ちょっとドキドキするじゃん。何今の角度どれ？そこか。ここ？何今の角度、どっち？こっちなんかボロ、こっち？あそこだ。かなちゃん見てるよ、おじさん。かなちゃん、そこ？そこに住んでるの、かなちゃん。はあ、何やってんだろうな。ここでね、もう時間を潰して、よいしょ。早い。チンピラ殴りに行くより、こっちの方が圧倒的に早いわ。柿の実は、無事だな。よかった、まだね。いつ落ちるか分からんぞ。稽古していて、危うく実が落ちるところだったが、ちょっと風吹いたらもうまずいんちゃうか。お、誰だ？なんだ？なんだ？何？風に流されたか。スナイパーっぽいよ。今度は誰これ？その綺麗な柿を吹っ飛ばしてやるぜ。おー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 、とんでもないこと言ってる。え、人が、人が当たってる、人が当たってる。しかすが、おもちゃの弾か。でも結構な威力だね。エアガンみたいなやつか。なんだかわからねえが、あの物騒な野郎を止めねえと柿の実がまずいまずい。柿の木狙う、柿を全然狙うあれがないやん。カスが狙ってるやん。柿を打つのをやめろ。子犬を打つのをやめろみたいな。なんだお前。お前こそなんだ。さっき一体何のために打っている。あれは踊ってたんじゃなくて、お前の流れ玉が当たって痛がってたんだよ。とんでもないわ。そうかじゃないだが、もう大丈夫だ。普通あるじゃないの、これ警察だったじゃないの、これ必ず柿を仕留める。待て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 、仕留めんじゃねえ。ちょっと待て、柿なんか打って何がしたいんだよ。確かに、まあまあでも、まあ気持ちはわからんでもない。別にあの柿に恨みがあるわけじゃない。気持ちはわからんでもない、確かに。試したかっただけだ。まあわかるな。まあこれ女の子の事情を知らなかったらな。このスナイパーライフルも海外から輸入したもので今日届いたんだ。試したいよな。どうだ。そうだな。だろ、ボルトアクション好きにはたまらない。試したいな。性能だって本格仕様で文句なしさ。スチール製のシリンダーだから耐久性も抜群。まあ、腕は悪いけどな。トリガーフィーリングもリアルな再現がされて。何言ってるか全然わからんけど、何言ってるか全くわからん。とにかくこいつで試し撃ちをしようと思ったよ。うんうんうん、ターゲットを探していたらちょうどいいところに柿があったな。本当にたまたま運が悪いというか、なんというか。なるほど、それであの柿を狙ってたのか。だが悪いんだけどよ、その狙うやつ。そうだな、こっちもお願いしないとね、やっぱりそれはな。何？あの柿はちょっとまずいんだよ。病気の女の子があれを断る。え、話ぐらい聞きよ、スナイパー。一流のスナイパーは狙った獲物を変えなどしない。そんなこともないやろ。この連れ添った。ほんまに聞いたんかそれ。やつを確実に仕留めるぜ。誰にしもへいへいに聞いたんかそれは。届いたモデルガンだろう。どうしても撃たせたくないなら、先にお前をターゲットにしてやるぜ。正体現したね。
お前それはやっちゃいけないんだぞ。それは人が人にやっちゃいけないことなんだぞ。ほんとそういうの良くないからね。銃ってのはな、こう使うんだ。いや便利だな、このスキル分からせるのにちょうどいいな。死んだか。クソ、近接戦闘は苦手だ。いやこっちも銃やったから、そこそこの中距離やったぞ。手こずらせやがって。だがこれで柿から手を引いてもらうぜ。もう撃とうとするんじゃねえぞ。ああ分かったよ、やつはあんたに譲ってやる。好きに仕留めるが、仕留めないから。仕留めねえよ。じゃあ俺はもう行くぜ。もう絶対撃つなよ、女の子が。あちょっと待て、最後にあんたと戦えて楽しかったよ。やはり対人戦のスキルは、あスリルは桁違いだ。また通販で新しい銃を買ったら相手してくれるかい。ああお前があの柿に手を出さなければいくらでも相手になってやるよ。おつおつ、死んだか。銃で撃ったもんな。やれやれ、なんとか柿の実を守れたな。このまま手術まで待ちかたえてくれないんだが。また見てんじゃないの、女の子。かなちゃん、かなちゃん、かなちゃん見てなくてもおじさん見てるからね、かなちゃん。ため息つくならやめとけよって話な。ハッスル用品入ったらまたすぐに出る。すると現れる。何してんだもう、何してんの、ゴスンクギ。ランマにいたな、そのゴスンクギ言ってるキャラ。ランマ見てるかい。もう2話出たよ。ん、何の音だ。てか夜にあれ、せめて穏やかじゃなさすぎだろ。 なんだあいつ、藁人形を柿の木。ん、柿の木、柿の木はまずい。柿の木はまずい。おい何やってんだお前。これは大丈夫じゃない。僕が何をやろうが勝手でしょう。今は呪うので忙しいんだ、後にしてくれ。いやいやいや、その呪うのを今すぐやめろ。あれじゃ伊藤先生のホラーのやつ出てきそうな。あなたに僕の気持ちなんてわからないでしょ。わかるわけないだろ、その気持ちなんか。ってやるんだ、あの女を。何、誰があの女って。もう絶対逆恨みやん、振られたとか。同じクラスの瞳っていう僕の彼女。僕の彼女。自分の彼女を呪ってるのか。なんでまた。ほんまか、妄想ちゃうんか。あいつ、僕という彼氏がいるにもかかわらず、うん、関わる。サッカー部の先輩とチューしやがったんですよ。もう絶対に付き合ってないじゃん。またよりにもよってな場所でやってくれるぜ。カナちゃん見てたんか、じゃあそのチューを。僕は呪うんだ、あいつらの思い出の木にこのゴスン釘を打ち込んで。ゴスンゴスンゴスン釘。待て、彼女に裏切られて辛いのは分かるが、そんなことしても何の解決にもならねえぞ。そうだぞ、本当に彼女にも事情があったのかもしれないし。何の事情か分からんけど。あなたもあの女の肩を持つんですか。怖い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 。え、どうせ誰も僕の気持ちなんて分からん。分からん、人の気持ちは分からん。そんなみんなあの女の味方をするんだ。味方もしてない、してない。いや、別にそういうわけじゃ。うん、どうした、話聞こうか。もういい、あの裏切り者の味方をするやつ、全員呪ってやるよ。まずはてめえだ、このチリチリ頭。言ったな、お前。それは言っちゃいけないんだぞ。かかってこいよ。何持ってるの、なんでナイフ持ってんの、釘谷。逃げるなら今のうちだ。本当にもう呪いよりも怖いもの教えてやろうか。それは銃です。プレゼントだ、プレゼントだ。呪いよりも怖いぞ、こっちの方が。お前にもこの銃使わせてやろうか。危ない危ない、学校に銃持っていくんじゃないか、その渡したら。危ない危ない、そんな。思ったよりやるじゃねえか。ひとみちゃん、うん、こいつ実際に裏切られて悲しんでんだもんな。気の毒だと思うが、まあそうなんだよな。え、
あんなに優しく消しゴムを拾ってくれたのに、あの愛は嘘だ。あ、もうやばいやつだ、もう。ん？消しゴム？ひとみちゃんは、ひとみちゃんは僕が落とした消しゴムを拾ってくれて優しく渡してくれたんです。ギュッて手を握ってくれて、これってもう僕ら付き合ってますよね。もしかしてそれだけなのか、お前のひとみちゃんとの話って。まあそうですね、それから話したことないですけど、もう十分でしょ。手を握ったんですよ。これも実質結婚みたいなものかと。いや全然違うと思うが。そっか、違うんだ。僕女の子に触ったのが初めてだった。これちょっと本当にもう呪うのやめます。なんかすいませんでした。分かってくれてよかった。これ普通にマジでちょっと犯罪一歩手前よこれ。ああそうしてくれ。思い出の中でじっとしていてくれ。うわなんか重い。あっ、おおお、すごく吹っ切れたんだな。グッバイマイラブ。それでは、じゃあ僕はもう行きます。新しい子見つけないといけないんで。よかった。おお頑張れよ。よかった、なんか前向きになってくれて。よかった。これ本当は犯罪とかなるよこれ本当に。多分あいつはこれから先コンビニの姉ちゃんに辻線を渡されるたびに惚れるんだろうな。あ、いい、まあいいけどね、幸せならね本人がね。しかしこの木は変なやつを吸い寄せる力でも持ってるのか。あったが俺は違うよな。ちょっと疑心暗鬼になってる。いやー引き寄せられてるよこの。わなちゃん、じゃあ見てたよおじさん、笑ってたね今で。カナちゃんちょっと待ってて、ね、おじさんまたちょっと洋服店入ってまた戻ってくるからね。カナちゃんごめんね、待ってて、ね、カナちゃん待った。あれなんかちょっと公園から飛び出てない。ん、ここでイベントが起きる。うわなんか落ちそう。柿の実なんとか持ちこたえてはいるが、かなこちゃんはどうなったのか。大丈夫、でもちょっと元気出てさっき笑ってたよね。手術が終わってりゃいいんだが。あ、そうだ、もうそ時期か。あ、まさかかなこちゃんの親父さん。かなこちゃんはどうなった、どうなったんだ。ちゃんと手術はできたのか。できたんか。え、おい、まさか嘘だろ。かなこ、おいで。あ、よかった。あ、歩いてる。かなこちゃんよかったね。かなこちゃん元気になったのか。よかった。ええ、窓の外ばかり見て気持ちが沈んでいた娘でしたが、ここ最近は窓を見るたびに笑うようになりまして。春日のおかげだよね。無事に手術まで終えて歩けるまでになったんです。おお、すごい。そうか、これよかったな。いい話じゃん。それでかなこがあなたにお礼を言いたいと。俺大したことしないぞ。春日さん、ありがとうございました。私のために柿の実を守ってくれて。よかったね、本当に。大したことしてねえよ。まあ、勇気づけられるよね、うんうん、そういう姿を見てたらね。とても楽しかった。あなたが柿が落ちないように力士と戦ったり、おもちゃの銃で撃たれたり、五寸釘男を慰めたり。五寸釘男、それを見てたら笑えてきちゃって。外の世界は面白いことがたくさんあるのに、本当にまだ死にたくないな。外は外でいいこといっぱいあるから。そうか、頑張った甲斐があったぜ。報われたね。でも手術しなかったらもっと面白い春日さんたちの姿を見られるかなって。あの奥にベンチなかった。おいおい勘弁してくれよ。冗談ですよ。あ、もう冗談まで言えるようにね。いい顔で笑えるようになったな。よかった。でもこの木にも感謝しないと。今の私があるのは柿落ちたらこの子急にこの柿のおかげですしね。倒れたら。うん、そうだね。うん、せっかくだしあの柿食べてみるか。あ、いいね。え、食べちゃうんですか。
もうかなこちゃんには必要ないもん。まあね、そのまま落ちるよりは。それになんかうまそうじゃねえか。落ちてね、腐ったりするよりは。春日さんが柿食べたくなっただけなんじゃ。柿食べたい。バレたか。柿食べたい。まあちょっと待ってな。柿食べたいな、柿食べたい。おー、うまそう、確かに。いい感じに売れてそうだな。種だけね、その辺に埋めといたら、もしかしたらまた生えてくるかも。あ、私は後でいいですよ。春日さん食べてください。切ったらいいや、ないんか。柿を守った功労者だし。パカって半分に割るとか。じゃ、遠慮なく。そのまま食べんの？大丈夫？お腹痛くならない？で、これ渋柿だよ。だと思った。だからか、先食べさせたの。よかった。ハッピーエンや。ハッピーエンド。ハッピーエンド。どすこい。え？デリバリーヘルプ新しい。ちょ、呼ぶぞこれ。呼ぶぞ。ん？となんか犠牲者。犠牲者プリーンズ。お前らでいいや。犠牲者。いいけ。こいつらに試してみようか。防御して、デリバリー、ドスコイ、怒涛の四股踏み、手加減知らずの力士による四股踏みのサービス、大地を揺るがし敵全体に大きな衝撃を与えるでしょう。衝撃を受けた敵は命中率も下がります。どんな感じだ。こいつに決めた。四股踏んじゃいました。デリバリーよろしく。今までで一番パワフルかも。綺麗なフォーム。揺れるね。揺れる。グラグラの身。あ、それは割れるんじゃない。地面がすごい割れたけど。ちょっと強い相手にやってみるの面白そうだけど、全体攻撃だからあんまりあれかな、個人にやっても面白くバレないかもしれないな。ってことでちょっと、一番成果いくか。このまま一番成果はこのまま軟化すればいけるけど、ちょっとめんどくさいから回り込もう。となんかお腹痛くなってきた。大丈夫かな。10ヶ月、賞味期限10ヶ月前のお茶飲んでさ、ちょっと怖いよね。ねえ、なんかお腹痛い気がするもん。食べ過ぎただけなのかな。だってもう食べてないじゃん、そんなに。怖いわ、なんか。多いお茶。もうお腹の方が多い言うとるわ。どうしよう、大丈夫これ。さすがに10ヶ月ぐらいじゃ大丈夫か。緑茶ってね、菌の繁殖抑える効果あるもんね、カテキンってね。だから俺は会社の経営をする。さあ今日もクララちゃん、どうも。クララちゃんどうする、雇う。まだいらないか。会社を強化しよう。金余ってるもんね。余ってるっていうかあるもんね。俺強化してここも強化して、商品のあれがマイナスだから、だって人材配置で商品のところを誰かでカバーしないといけないんだよね。これ誰がどこに入ってるか分かんないんだな。分かんないんだなってなんだ。誰が持ってるこれ。1、2じゃない。トータルで8人いって使ってて、誰が空いてんだこれ。わかんないんだけど。こいつでいいか。了解しました。金口。ここは収益をアップした方がいいからね。サービス配置できるやついる？サービス配置できるやついる？あ、売却じゃない。人材配置で。誰が余ってんだ？こいつか。
書を入れる。ここじゃないか。でもいけるか。これをやっと、大丈夫かな無理してないかな。で人材配置でここに、これでめちゃくちゃ伸びるんじゃないのこれってね。えあほらなくなったぞあれマイナスが。クララちゃん雇ってもいいけどね、天才チンパンジー。何かよっしゃ営業開始だ。いや赤字が、人件費の赤字がまるでなくなった。これめっちゃでかくないか。じゃんじゃか始めるするかの。おお。ねえ、ラッキーじゃの。超いいじゃん。てない本店やばい、本店やばい。こんなに出たっけ前。まだまだ若いもんには負けんぞ。730、完全に100万ぐらい増えてるよね。投資しただけやっぱ上がるんだな。素晴らしい。よっしゃ、みんな6000万ぐらいだったもんね最初ね。今どれぐらい。どうだ大丈夫かな。でもちょっと投資の話が来てるみたいです。お犬、あんまりペットショップみたいなやつはあんまり好きじゃないんだけどな。どうある情報室が、これはダメだろ、ダメだろっつうんだ、やめとくか。ダメだっていうなら、春日がダメだっていうならやめとこう。オートケア今マイナス3000万ぐらいやけど、まあ結果取り戻せるでしょ。3000万じゃない、1300万か。6000何百万ぐらいだったよね最初の持ち金で。強化とかしまくって言ったけど、もうすぐ戻ってきたからね。ラッキーでしたね。やった。ラッキー。頑張れ。4号店がちょっと弱いか。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回ちょっとなんかマイナス多いな。素晴らしい。いやでかいわ。まだまだ成り上がるぜ。50位までちょっと難しいか。まだでも株式あるからね。うん、この月にクララちゃん、なんだ誰、アンモス立つ、いや何、いいわ、誰これ、コネ採用か、誰やお前、雇っとくか今のうちに。なるほどね、余らしてたらこういう風になっちゃうってことか。じゃあクララちゃんどっかで入れたら、どっかで配置すれば、クララちゃん能力はサービスと、ちょっと咳がやばい、喉が咳出そう。クララちゃんここ入れる、ありありかな。でバーさん入れるか。トメさん頑張るぞ。トメさん頑張って、それでよっしゃ営業開始だ。とりあえず本店のあれが、トメさんがいないことで下がったりしなければいいんだけど。ちょっと1号店やばすぎだろ。ひどいよ、やったっけ。一号店やばすぎだろ。動物、動物使いね。何もいった。素晴らしい結果ですね。うまいね、これは。動物使いない、やばい。うん。投資してみる。行ってみるか、じゃあ60万。そんなリターンはあんまないけどね。株主総会が次か。よっしゃ営業開始だ。あ、ケアスの忘れた、大丈夫かな。あーちょっと下がってる。次やろ次、まあしょうがない、今回はまあ仕方ない。
ペアしなければ売り上げどんだけ下がるかっていうのもまあ見といた方がいいからね。うまくいったな。あんま変わんないけど、まあまあでもたまたま運が良かったって感じだろうからね。さっき570万で結構下がってるな。みんな、よく株価アップだ。どん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 成長はしてるけど、ちょっと50位までは結構もう投資の結果出た。失敗か。うん。娯楽施設。株主総会がやってきました。来たかついに。ちょっと待って、その前に人材ケア、ケアだけしとこう。オートケア。もう取り戻したぞ。施設レベルアップしたやつ。うん。デッキこれはどうなん？クララちゃん入れとく？バイトやからな。クララ。バイトだからな。あ、そうだ。そうそう、この辺めっちゃ弱いんやった、説得力とか。だからここの説得力強いけど、この辺めっちゃ弱いから変えないといけないんやった。忘れたわ、前言うてたよね。そういやね、クララにしとくか。投資とかいらないもんね。説得力がもの全てでしょこれ。何もカモが説得力でしょ。大丈夫かなこの子、石田ちゃん。精一杯頑張ります。緊張しいだからな。これでいっか。株主総会。それでは決算報告をさせていただきます。決算報告をさせていただきます。だいぶ好調やからね。ありがとうございました。何を怒ってるかすら俺もう分からへんもん。こいつら質問に移りたいと思います。はい、一番早かったそこの君。心配してます。聞いてください。聞いてください。と上を目指すべき。聞いていただけますか。聞いていただけますか。さあ、反応終わり。一理あります。考えたら何を猿に、猿に何を説得されたんや。このまま来期も続けられますか。私は思うのですが。私が思うのですが。猿、け、クララ。私は思うのですが。思うのですが。まあ、な、さ、猿に何言われたんや。そう、そこ狙っちゃいけないだろう。一番意味わからんぞ、そんなんですよ。何もかも戦意喪失した。ちょっとクララが戦意喪失した。誠に申し訳ありません。ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。嘘だろ。聞いてください。聞いてください。考えてみてください。考えてみてください。お前やりやがった。このばあさんマジでクララ、クララ殺しやがった。僕は思うのですが。持っていますか。考えたらあげる。納得。あ、納得させれない。すみませんでした。させんでした。私は思うのですが。うまくいってますか。いや、待ってください。いける。会社をもっと大きくできますか。いけるけど。考えてみてください。猿の繊維がすごい吸ってんだけど。猿がチンパンジーか。なんてことをしてくれたんだ。今回の大成功を祝して一つ。なんちゅうことをしてくれたんだマジで。最高の株主総会だったな。アップした。まあ、くじけてね、やられたらね、その分だけ強くなる経験値だな。めっちゃ上がったんじゃん。この50いったやろこんなん。上がってきたぜ。ランキングがアップしました。あと1位。あれをもらえてありがとね。あと1位。まあ余裕っぽいなこれ。あと3期もあるや、約束まで。全然余裕、全然余裕だわ。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。またよかったら見てください。それじゃあお疲れ様です。じゃあね、バイバイビー、またね。